葉月引き開運神社参拝法その6。皆さんこんにちは、葉月光栄です。今日は葉月式開運神社参拝法その6、お賽銭はポチ袋に入れて滑らせるように入れるという話をさせていただきたいと思います。皆さんどうでしょうか。神社の神前に行って、願い事をする前にお賽銭を入れると思うんですけども、お賽銭どうしてるでしょうか。投げ入れてませんでしょうか。これはですね、ちょっと考えていただくとすぐわかると思うんですけども、そもそもですね、大切な方の目上の方のお家に行くようなつもりで参りに行くということを言いましたよね。目上の方に、じゃああなたお金を、しかも小銭を投げて渡しますか、しかもこうお願いをしていくわけですよ。合格できますように、結婚できますように。例えばその先生に、先生ぜひいい人を紹介してくださいという時にですね、先生にお願いする前に小銭を先生に向かって投げますか。そうちょっと考えていただいたら分かりますよね。絶対そんなことしないと思います。大変失礼な話ですよね。ですから投げちゃダメなんです。お金ですから。あれは浄財というふうに書いてます。お賽銭箱に財を浄化するってことなんですね。皆さんのお金にもいろんなエネルギーがくっついてますから、そのエネルギーを神様にもらっていただいてクリーニングしてもらうっていう、そういう意味でさせていただくんです。あげるんじゃないんです。それはもう勘違いしないでください。ですからぜひ受け取っていただきますようによろしくお願いしますって言って、できたらこれもむき出しじゃない方がいいですよね。ね、考えてみてください。むき出しでポーンと掘られて気持ちいいはずがないですから、ぜひこれをお納めくださいっていうようなつもりでポチ袋に入れて、しかもそれは本当に皆さんがですね、人生をかけるようなお願い、あるいは決意をしに行くときに、本当に10円でいいんでしょうか、本当に50円でいいんでしょうか、100円でいいんでしょうか。そう考えるとやはりお札を入れてですね、皆さんのその決意の覚悟みたいなもんですから、お賽銭の額っていうのは、そういう意味では気持ちよくですね、覚悟に応じた金額をですね、ポチ袋に入れて滑らせるように入れて、どうぞお納めくださいという気持ちでお納めさせていただくということをぜひ心がけていただきますようお願いします。